アレクサンドル・ミハイロビッチ・コロトコフは、ソ連の職業的諜報員、チェキスト。1928年から国家法案機関。1937年から1938年の大粛清時、チューベルリン支局は、ラブレンチー・ベリアにより粛清された。ベリアは、副審のアマヤク・コブロフを支局長に送り込み、1939年9月、コロトコフを、 その副市局長に任命した。コロトコフには、後に赤いオーケストラとして知られる、ドイツの反ファシスト地下組織との連絡回復の任務が付与された。コロトコフは、この任務を守備よく処理し、赤いオーケストラの指導者、アルビド・ハルナクト・ハロー・シュルスイコール・ボイゼンとの連絡を、確立した。これらエージェントを通して、特にドイツのソ連攻撃準備に関する、 重要情報が入手された。1941年6月、スタルシナーからドイツのソ連に対する武装攻撃準備に関するすべての軍事措置が完結し、いつでも攻撃を予期しうるとの連絡が中央に入った。同時に、コルスニカーネツはソ連の占領地政策のための経済省の会議にエーローゼンバーグが出席し、ソビエト連邦の概念は 地図上から消え去らなければならないと表明したと伝えた。独ソ戦勃発とともに、中ベルリンソ連大使館は閉鎖されたが、コロトコフは危険を犯して、市内に出てエージェントとの接触を行った。戦時中は、ドイツ国内のエージェントの訓練と敵領土への投入を指導した。1946年、対外情報部の次長に任命。 1957年から1961年、東ドイツ国家保安省付属ソ連国家保安委員会代表。1961年、心臓発作により死亡。霊人勲章、赤旗勲章6個、一等祖国勲章、名誉国家保安職員称号を受章。ドイツ語を完全にマスターしていた。ありがとうございます。